さあ東京の今週の重賞は東京新聞杯マイルの重賞、そしてこの春のねマイル戦線最後のマイル G1 東京の安田記念なんでね、つまりこの東京競馬場なわけですから、この安田記念と同じコースで始動する G1 に向かってのそういったところをね見てみたいと思います。というわけで今回の特集、想定1番人気グレイターロンドン、この馬で前去年の安田は4着、上り馬で、ね、使い詰めできてなんて形で順調なローテでなくて4着ですから、今年そのままの勢いをキープしてれば当然安田で馬券圏内だって見えてくる馬ってことは、まあここでだってそこそこ競馬できるだろうと、東京のこのコースもが一番合いそうかなって気もするんで、ここで、まあ、距離短縮もプラスかなということでマイルに戻して狙ってみたいと思います。そして想定2番人気大和客に、まあ、2年前に、2走前にね、このコースでオープン勝ちをしてまして、その後中山で負けて少し人気を落としているんだったら、このコースに適性ありっていうことで、まずこの馬を狙ってみたいなと。まあ、そして想定3番人気がリス・グラシュ。まあ、強い4歳世代なんてね、言ってきてね、まあ、つまり4歳世代がまだコバとそんなに当たってないんですね、5歳以上と。その上で力関係見ていくとなると、4歳世代の方がポンポン勝ってる。まあ、ここに来てね、やっぱり、そういう世代論っていうのをね、こういう決め台詞で言っちゃうのが楽なんですけども、まあその4歳世代のマイルの G1 2着桜花賞2着馬ですから、まあ実績はそこそこ上位かなということで狙えると思います。そして想定4番人気、ダノンプラチナ。まあ、この馬ね、特に怪我からの復活後の勝ち倉とか見ていくと、中山の方が東京より適性あるっていう風に見えるんですね。まあ、そう考えると、まあ、想定されるオッズっていうのはその中山のイメージで、東京だとそれより1枚落ちるって考えて、オッズより美味しくない、つまり消しなんていう形でいきたいと思います。まあ、こういう言い方すると来られちゃうことが多いんですけどね。まあ、馬券的には思い切って消しでいきたいと思います。そして想定5番人気、クルーガー。この馬変えていきましょう。まあ、マイルドは安定勢力でね、まあ、G1 とかその辺いくつかの例外を除いて結構堅実に上位に来てる馬ですから、馬券圏内に買っとかないと3着ぐらいに来られちゃうステファノスとかと同じパターンになりそうな気がしております。そして想定6番人気、アドマイヤリード。この馬に休み明けの成績が良くないんです。まあ、それだけで消しでいいかなと思ってたらね、鞍上が騎乗停止で急遽の乗り換わり代打ということで余計に狙いづらくなったんでね、思い切って消しでいいと思います。そして想定7番人気、サトナーレス。この馬買いですね。まあ、マイルの G1 馬、まあ、朝日杯フューチュリティステークスを勝った馬ですから、まあまあ、そこからね、4歳になって、マイラーとして開花するとしたら、ここが一ついいステップになるんじゃないかなということで、まあ、ここまでで3連単5等、ボックスなら多分当たるだろうと。まあ、そして最後に、ひらめけ大穴、想定14番人気のベルキャニオン。まあ、この馬ね、両血でね、父ディープインパクト、母が駆動キャニオンと。まあおなじみの両血みたいな馬がね、去年の春この東京のマイルで勝ってオープン入りして、そこから休み明け2戦目走り頃ということでですね、まあここは十分狙えるんじゃないかなということで5プラス1狙ってみたいと思います。まあ、以上3連単5等ボックスなら多分当たる8でした。